皆さんこんにちは、ひなです。今日は前に上げた朝のスキンケア動画の、動画内でやっていたメイクを紹介していきたいと思います。皆様からたくさんリクエストがあったので、やっていきたいと思うんですけれども、もうすでにファンデーションと眉はやってある状態から始めていきたいと思います。ってことで早速、行ってみましょう。まずはこちら、マリブビューティークリームアイシャドウベースのシャンパンゴールドをまぶた全体にのせていきます。クリームシャドウを下に仕込ませることによってパウダーの発色もとっても良くなりますし、ツヤ感もアップするので、最近はよくこれを使ってます。油田まぶたの私でも、ナーズとか、ウェット&ワイルドのアイシャドウベースしなくても揺れないので、すごく助かっています。次はディオールのサンククルールの867番アトラクトのこちらのカラーをブラシに取ってアイホール全体にのせていきます。次は先ほどと同じパレットのこちらの締め色のカラーをペンシルブラシに取って目尻と目頭に入れていきます。ちょうど黒目の上ら辺だけを残して左右からこちらのカラーを重ねていきます。その後ブレンディングブラシでしっかりとエッジをぼかしていきます。次にこちらのカラーを指に取ってちょうど黒目の上ら辺にのせていきます。そしてさらに先ほどのカラーの上からこちらのカラーハイライトカラーを重ねます。下まぶたにはこちらの一番濃い色をがっつりとのせていきます。アイラインにはまずエクセルのこちらのアイライナーを使って目の際、そしてまつげの間と間を埋めていきます。そしたらサバンヌのリッチセラムアイライナーのヴィンテージブラウンでアイラインを引いていきます。そしたらビューラーでまつげを上げていきます。マスカラには大好きなマックのマスカラを上下のまつげにたっぷり塗ったら完成です。ブロンザーにはシャーレットティルブリーのブロンザーを使っていきます。こちら大きめのブラシでふんわりと3の字に入れていきます。チークにはベネフィットのダラスを使っていきます。アイメイクが割としっかりめなのでチークは本当にふんわりと化粧感を出す程度で大丈夫です。ハイライトにはこちらフィジシャンズフォーミュラのハイライトのここら辺のカラーを混ぜて使っていきます。リップにはルージュディオールリキッドの427番デリケートを使っていきます。とっても綺麗なヌードカラーでこういうアイメイクがっつりした時にはバランスをとってくれるカラーなので本当に大好きです。最後に仕上げのグロスにマックの限定品だったプレジャープラネットを重ねたらリップが完成です。はい、いかがでしたでしょうか？皆様の参考になれば嬉しいです。それではまた次回の更新になりましょう。バイバーイ。